こんにちは、まちろうです。大場久美子さんの魅力を深掘りする第7弾として、今回もですね、この大場久美子さんのファンクラブ開放プリンの中から、いろんな情報を引き出していきたいと思います。今回はこのプリンの、ナンバー11ということで、まずこの写真を見てください。これは、昭和54年の、スプリングコンサートの時の写真なんですけれども、このコンサートの皮切りは、日劇からでした。ということで、今回はですね、その日劇の様子が、こと細かくここには書いてあります。このコンサートはかなり大掛かりで結構大変な、公演というかコンサートだったんで、空民自身もかなり思い入れが深いコンサートだったように思えます。ちなみにこのスプリングコンサートの、タイトルはですね、私はコメットさん、大場久美子ファーストショースプリングサンバっていう、ちょっとね、長い名前になってるんですけど、まあ、なんでかっていうと、4部構成で、やったからなんですね。まあ、それぞれテーマがあって、でこのコンサートの中には大場久美子さんが必ずこれだけはやりたいといった、ミュージカルがですね組み込まれてます。まあ、たくさんのレギュラー番組を抱える中での、レッスンもすごく大変だったそうなんですが、まあ、ミュージカルだとね、あのテレビ見たく NG も聞かないし、その緊張感は、半端なかったようです。でもね、この取材班が組を見ていると、まあ、どんなに疲れてても、夢だったこのミュージカルができるっていうんでね、疲れがね、練習してると吹き飛んでるみたいに、見えましたっていうことで、であとはね、時折あのサングラスをしながら、レッスンしてたみたいなんですが、それはね、なんか目が疲れないようにっていう、ことだったらしいです。であとはですね、あの練習の合間に、日劇の裏にあるジャーマンベーカリーっていうところに行って、軽食をとってたみたいですね。はい、まあ、そんなようなことが書いてあるんですが、ちょっと見ていきますね。一番初めは大場久美子さんがマイクを持って歌ってるのかな、これおしゃべりしてるのかな、そんな様子が出てます。で、この公演は全部で、東京が15回、地方が8回ということで、で基本的に1会場では2公演やったっていうことなんですが、日劇での日曜日の公演は、3公演やったっていうんでね、すごいですよね。はい、でさっきですね、4つのパートに分かれているって言いましたけど、まず、一部がですね、スプリングサンバっていうタイトルで、で第2部は私はコメットさん、第3部がマイソングマイラブ、第4部はヒットパレード、こんなタイトルになってます。まず最初のスプリングサンバはですね、まあ歌謡ショーですね、歌を歌う、純粋なショーになってます。オープニングが、スプリングサンバということで、ちょっとねこれセットリスト全部載ってるんで、この辺に出しておきますね。オープニングのスプリングサンバは白いワンピースを着て、歌ったみたいですね。で皆さんありがとうございますみたいな MC が入って、2曲目のあなたで、3曲目のシークレットラブっていうのはインストなんですけど、このインストの間に、着替えをしたそうで、パープルとホワイトをあしらった衣装ということで、これでラムコークはいかが、その次はミスタームーンライト、雨に消えたジュンで、またインストルメンタルになって、カラフルなセーターと白いスラックス、白い帽子をかぶって、歌ったっていうことですね。で、ラストが、カイトに乗せて100マイルで、ここで一部が終わって、パート2のこの私はコメットさんっていうのは、大場久美子さんがコメットさんのあの黄色のホットパンツですかね、あれを履いて出てきて、コメットさんの裏話とか、まあ、そういうのを交えながら、歌を歌ったそうです。で第3部のこのマイソングマイラブっていうのが、大場久美子さんがそのやりたかったっていうミュージカルですね。ここは、劇団四季の方と絡みながら熱いステージを見せてくれていたそうです。で第4部がヒットメドレーということで、ディスコドリーム、エトセトラ、スプリングサンバ、まあ、そういった、ヒット曲を歌ったっていうことですね。でこの記事の締めに、10月の19日東京日本武道館でのステージが決まってます。我らが久美子ファン、これからも、絶大な応援をしていきましょうっていうことですね。まあこの時はね、ファンの皆さんもこの武道館がね最後になるとは思ってもなかったと思うんですけど、はい、ということで急ぎ足でちょっと紹介してしまったんですが、今回はですねこのコンサートのことがたくさん書いてあって、他の情報が書ききれないぐらい、まあそんな様子があって、紙面の上下にですね、
細かい情報がいろいろ載ってるんですね。まあこんな感じで無理やり載せてるっていうか、もう本当ね字が読めないぐらい小さいんですけど、なんとか読んでみます。ミニ情報1として、マジカルセブンが終わって今度は、少女探偵スーパー W が始まりますと。はい、あとは NTV 系の、プログラムで、紅白歌のベスト10、これの司会に決まりました。であとは武道館コンサートに向けて、まだ内容が決まってないので、君もいい企画アイデアがあったら、久美子にそっと教えちゃおうっていうのが書いてありますね。これはこのファンクラブの方に、そういうアイデアを寄せてくださいっていうことですね。はい、であとは、久美子の DJ、ラジオですね、これが本格レギュラー始動、日本放送系列オールナイト電話リクエストっていうやつですね。はい、でもう買ったかなっていうことで、大場久美子さんのベストアルバムアンソロジーの、告知が書いてあります。これですね、これもちょっとお話ししときますと、もしですね大場久美子さんの音楽っていうかね、それ全然聞いたことなくて、なんか手を出したいなと思ってたら、このベスト版が一番おすすめです。特にね、コメットさんを見て大場久美子さん好きになった方は、これがいいんじゃないのかなと思います。あ、それはですね、まあほとんど、ヒットシングルで占められていて、コメットさんのオープニングとあと挿入歌の、愛を見つけても入ってるし、その曲の間にですねおしゃべりが入ってるんですね。だからこういったおしゃべりを聞いてると、なんかコメットさんが喋ってるような絵が頭に浮かんでくるし、であとはねこのピクチャーレーベル、これ飾っといてもねすごくね、綺麗なんで。であとこの1曲目にですね、ビートルズのサージェント・ペパーズ・ロンリーハーツ・クラブ・バンドの、カバーが入ってます。時々ね、大場久美子さんがあのビートルズのカバーをしてるっていうんでね、すごいぶっ飛んでる曲が入ってるみたいな、そんな書き込みっていうかね、見かけるんですけど、個人的にはですね全然ぶっ飛んでません。このアレンジがですね、ミュージカル見たくなってて、セカンドアルバムにもそういったミュージカルが入ってたし、で、この曲はですね、ロック調で、そんなにメロディーのアップダウンも激しくないんで、結構リラックスしてね歌ってるんで、そんな変にも聞こえないし、むしろですね、大場久美子さんのオリジナル曲の方がラテンとかサンバとかボサノバとか、リズムが突っ込んで入ってきたり、裏で拍取ったりとか、あと邦楽特有の、起伏が激しいメロディーがあるんで、そっちの方がね難しいんじゃないのかなって思うんですけど、まあぜひねご自身の感性で、聞いてみてください。もしね本当にぶっ飛んだ曲聞きたいんだったら、ハートのポプリとかね、そういうのをね聞いた方がいいと思います。はい、でさっきの日劇のことなんですけど、第3部の、ミュージカルパート、ここはですね後に改めてレコーディングし直されて、カーテンコールっていうアルバムで出てます。これなんですけど、で裏面がねこんな感じで、バレエシューズが写ってますけど、まあこうやってね、スターを目指してレッスンして、スターの階段を登っていくっていう、まあこれはね、そのライブ録音じゃなくて、改めてスタジオをレコーディングしたっていう形になってるんですが、まあ結構ね迫力あるアレンジになってるんで、十分その様子を楽しめると思います。この中はですね、歌詞カードに、その時の様子が写真で写ってます。こんな感じでね、ミュージカルやりましたよっていうので、であとは、ピンナップが入ってて、これすごく綺麗な写真なんですよね。で大場久美子さんって喋り方がねすごく特徴的だと思うんです。だからコメットさんで大場久美子さんを好きになった方っていうのは、このカーテンコールなんかもね聞いてると喋ってる時の様子が目に浮かんで、すごくねいいんじゃないのかなと思うんですけどね。中古レコード屋さんとか行く機会があったら、まあそんなにレアという感じでもないから、比較的見つけやすいと思います。はい、じゃあプリンに戻りますね。今回はですねそのコンサートの記事でもう終始しちゃってるんで、他は、ほとんどないんですけど、まあ、一応スケジュール見ときましょうかね。5月と6月のスケジュール、この中で、気になったのは5月の11日、東京池袋で警察一日署長っていうのがありますね。これね次回の号でレポートされているので、その時お話ししますね。はい、ということで、今回はかなり急ぎ足でしたけど、この辺にしときます。
ぜひね、この2枚のアルバム手に入れて聴いてみてください。ではですね、この後ちょっとね雑談をしようと思ってます。お時間のある方はお付き合いください。私のカレーは